私本当に50何点とか分かるよ。でしかも追試3000やもんね。だからバイト代が追試で全部取れそうそうバイト人のと思ったぐらい分かる。始まったあれ始まったよね。あれまだ始まるとき始まりますって言われないかな。始まったライブ始まりました。あ、始まった。始まった。やっぱり。始まった。ちょっと、じゃあ、熊田曜子オンラインエステ、今日はですね、私の看護学校の本当に仲良しのお友達、ヒトに参加してもらいます。ちょっとヒト、自己紹介自分でしてもらってもいい？本当？今日はね、岐阜弁盛りだくさんでお届けする感じだね。じゃあ本当に岐阜弁めっちゃ出てまうで、うん、知っとるの、うん、知っとる、うん、結構コテコテやと思うコテコテめっちゃ言われるからそう、うん、いいかな。緊張するけどまだ誰も見てないよね。違う分からへんのや一旦残るであ、そうかそうか、頑張ってじゃあ紹介します。ようちゃんとは看護学校看護学校のね看護学校一緒だった、一緒で出会って、今は、まあ、無事私はね看護師として岐阜で働いている水野ひとみと申します。そんな感じ。出会いが18の時やんね、うん、急接近したのが同じクラスで、うん、何時か1日違いとか、そうほんとそうだよ ね、 だよね、うん、びっくりした。私もだからさ、めちゃくちゃ可愛い子おるじゃんと思って、うん、絶対この子と友達になろうと思ってなんか声かけたんだよね、うん、私もやったてって言われたの覚えてる。お互い人も今ちょうど年齢重ねて、うん、多分2人とも年相応というかさ、うん、そう18にしては多分相当大人っぽかったというかなんでちょっと浮いとったかもしれんね。浮いとった。人は綺麗系やれ、なんかいやパッと見ちょっとツンツンしてそうにも見えて、食べるとすごい柔らかいね、うん、やで言われるもん、ね、そうそう。でいつも昼休みにね、あそうご飯買いに行ってね、コンビニで買ったやつを一緒に食べたり。私は本当に看護学校の時成績がめちゃくちゃ悪かったけど、もう良かったって。美人でそんなことない。できるっていう。そんなことないでしょ。でプリクラとかしょっちゅう撮りに行ったし、ね、まあさね。一緒に遊んどるつもりなのにヒットめっちゃ成績いいやんみたいな。そんなことないって。そんなことないし。結局私が半年間で辞めてまって、うん、そうだね。やっぱり看護師も目指しとったこともあるし、その医療従事者の人に対してのすごい。うん、尊敬とか憧れは今も人いっぱいあって、うん、今さ看護師としてもそうやし、また訪問の方の看護とか、うんうん、今も勉強しとるやろ新しいその看護。そう、あのね、公認心理師って、あの今北川景子さんがさ、ファーストラブっていう映画出たの、うん、最近その役が公認心理師って言って、裁判とあとは、まあ、心の病を抱えた人に接していくカウンセラーみたいな感じなんだけど、うん、心理師さん、その免許を今年取ろうと思ってるの。おーすごい。よくさインスタとかもしょっちゅう見させてもらってるけど、うん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 、人もね子供がおるよもんね。そうそうそう、うん、だから女の子のお母さんで、人も子供がおって、なんか習い事の送り迎えとか、うん、朝昼晩ご飯作ったりとかさ、お母さんとしても忙しいのに、しかも看護師としてもフルで働いとって、さらに勉強やんね。そう、勉強なんかね、なんかね、置いてかれそうで怖いんかな。周りのそのそう、なんか看護とかやっぱりすごい早いじゃん、いろんなこと、医療もどんどん進んでいくから追いつかないとと思うと常に学んでいたいというかね。私やったら怠け者やで、国試受かったらもう看護師の免許持っとるでもういいやみたいになりそうなんやけど、あうん、そうだね、そう勉強し続けるっていうのもすごいよ、モチベーションというか。いやいや、なんかいろんなのがひらめいてくるというか、
なんかやりたいんだろうね、そういうことはね。でもようちゃんもさ、結構その健康に対してすごいじゃん、姿勢とかも健康な食事、うん、体重管理とかもすごいから、うん、なんかもう絶対ようちゃんの影響力ってすごいと思ってるんだって。でさ、私もさ、ようちゃんが芸能界行くって言っとった時に、あーなんかすごい私もそういうの憧れてたからすごいなーって思ってて、でもようちゃんがすごい活躍してるのを見たら、私もこっちの世界ですごい頑張ろうっていう気持ちになれて、なんか将来なんかどっかでこうコラボできたらすごいなと思ってたの、うん、だからさ、すごいなんかようちゃんのその例えばグラビアを生かしたそういった女性に対する体のね、がんの話とか、なんか絶対その辺とかも影響力めちゃくちゃあると思うんだって。うん、そうかな。絶対あると思う。でしかもなんかこうマッサージとかって、うん、なんかいろいろ今話とか聞いとると、うん、がんを見つけるそういった予防とかにもすごいいいし、ね、やっぱり自分の体を触るっていうのがすごく、うんうんうんね、ちゃんと。そうそう。その体重管理も朝晩測っとるんやけど、うん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 、測ってると自分の体はこうやって体重が増えるんやなっていうのが分かってくるもんで、やっぱりこうすればいいってものって多分、うんうん、こうに対しても必ずってものがないと思うやな、うん、そうだね。自分の体にはこれが合うとか自分の生活にはこれが合うっていうのをまず自分を知ることがすごい、うん、そうそうそう。ただその視点がすごいなんか医療従事者っぽい。さすがやっぱ看護師になりたかっただけあるかも。思うも本当に。いやでも本当なんか影響力あるから、どっかで私はそういったなんか地域の健康っていうか訪問看護までやってきて、でその病気になる手前の人たち、うん、訪問看護って結局さ、あの病名がつかないといけなくって、へ、で病院も症状が出ないといけないじゃんね、うん、でそれをね、そう医療崩壊がこう起こってる中で、あのその前の人たち、うん、ちょっとなんか相談したいとか、うん、体調最近悪いんだよねぐらいな感じでも、まあ気のせいかなぐらいな、そういった人たちをもうちょっとさ、きっとなんかキーポイントがあると思うから、早めに健康にこう気にをかけながら、うん、あの自分のことを知っていって、あのみんながこう健康に楽しく過ごしていけるような社会になるといいなっていうのを思ってたの、ね、悪くなってからやっとちょっと遅いかもしれんけど、その前やから、うんうんうんやろうし、多分本人も治る可能性が高い方が変えようって思う。そう特にさ今子供のねコロナで結構精神的な感じに来てる子たちが多くって、でこの前もそういったそう施設とか学校とかに直接話を聞きに行ったんだけど、やっぱり先生たちもすごい大変で、知識がないままそういう感染予防したりとか、あとはまあ地域からコロナ出すなよって言われた圧力とか、うん、なるほどね、うん、そうで結局コロナにも、ね、なっちゃう子だっておる中での差別みたいなことがあったりとか、なんかそういうところで先生もどういうふうに対応していいかが分かんなくなっちゃってて、で教員の数が足りないのと、あとはもう子どもたちがざっくり不安っていうか、そうやね、こんだけさざわざわしてさ、うん、そう世界的に初めてのことやれ、うん、世界が分からへんねんけど、うん、どうなるんやろうねっていう大人の会話を子供たちするもんで、そう全然に心配になってまいります、ね、そうで、なんかお父さんお母さんも急にさ、あの仕事を失ったりとか仕事体系が変わったりとかして、それによる例えばそういう DV とか、あとはもう家庭内がちょっとあの空気が悪くなってたりとかして、子供ながらにすごいなんか不安を抱えてる子たちがすごい多いみたいで、その話もリアルに聞いて、その施設でなんかやっぱりもう問題だなっていうのを感じて、なんかどうにかしないとっていうところで今ちょっと動き始めてるとこかな。そうやね、なんか聞いてないかんけど、うん、不安を煽るようなことになると、うん、伸び伸びできへんしね。そうなんよね。東日本の地震起きたじゃんね、うん、あの時もその2年後ぐらいに元気だった子どもたちが急にこう不登校になった子たちがすごいおるんだって、うん、だから多分これからもっともっと増えてくるって言ってて、うん、
でもなんか子供があるおるから余計その人ごとには思えないというか、どうにか私たちがしていかないとっていう気持ちに、ね、未来のある子供たちがなんかだんだん夢をね失っていくようなとこをなんかすごい件数って言ってたから、結構問題で、しかも お父さんお母さんたちもね結構精神的に来てる人たちもいるからさ、体だけじゃなくてその精神的な方でみんなやられとるのが、うん、あそれ多いね。でなんかやっぱ連動するから結局体に出てくるみたいな、うんうん、そうやね、体の心はつながっとるで、うん、緊急事態とか出てね外食もできないし、まあもう食べるのやめようかなっていう人も結構おるみたいだし、うん、ね、うん、なんか結構問題になっとるみたい。うちの子供は大丈夫？うちの子元気うちの子元気やけどさっきもお庭とかでダンスやっとるやんねこうやってなんか好きなことを好きな場所でもう伸び伸びやっとるやん、めっちゃダンスそうそうそう、いやいや、まあ、結構ママが勉強しなさいとか言って、もうやってることやったのとかって言うてか分かんないけど、でもまあダンスは好きみたいだね、やっぱり体を動かすって結構ね気分転換になるっていうところもある、いやでも会いたいね、ね、会いたい、ね、でもこうやってオンラインでつながるとなんかね、うん、嬉しい感じがする。そう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 、オンラインって、うん、だってもう美奈子とかも呼んできてほしいもん、ここ今日ダメなの美奈子ね、あの顔出すの恥ずかしいんやと、もうこなんか何かかぶってさ全然そう、このオンライン見てくれとる人は多分こうやって人とか顔を出してくれるで、うん、確かになのかなって思う人がほとんどないけど、うんうん、全然顔隠してもらってもいいし、できたよね、あのやし、もう全部なしにしてただ声だけで、うんうん、私は全然出せるで、うん、私は出してっていう感じでも参加できるで、その医療に関して、うんうん、の人の話って思う人がおったら呼んできてもらったりとか、本当、もう本当なんかクラブハウスとかでもすごい多分わーって来そう、こっちに。あ、本当？そう、ようちゃんも本当ね一緒にできたらねやってもいいよね、うんうん、やりたい、うん、勉強は今どんな感じのスケジュールで、子供にご飯あげてお風呂入ってもらって、うん、まあ、9時とかに寝るやろ、うんうん、9時半、その後から勉強ってこと？いやもうね空き時間にやってるから、もう日中も今さ私仕事休んでるっていうかその活動してるから、うんうん、フリーだからさ。あ、そうなんや。その訪問看護はじゃあ今は、うん、やってない、今はもうやってなくって、そこまで経験してから次の段階に。試験はいつあるの？うん、公認心理師の試験9月。もうなんや、緊張やね。緊張、うん、それを活かしながらこうカウンセリングみたいなことを看護師の立場でこうしていきたいなって思ってる、うん、すごい。それこそだから私すごいキャリアウーマンでもあるし、違うとくっつけてだ、それこそさ、ようちゃんもさ、その芸能界でやっぱりさすごいいろいろあると思うんだって。で私さ、三浦春馬くんがすごいショックで、うーん、なんかそういうやっぱりさ、そういう地位とかなんかそういったこと言えない人っていると思うんだよ ね、 社長さんとかも弱音吐きたくても言えなかったりする人たち多くって、うん、でそういった人に看護師だから守秘義務とかもしっかりしているから、そこもしっかり守りながらこうちゃんとカウンセリングっていうか話をして前にこう行けるように、もうギリギリのとこまで来て、なんかすごいね、分かるんだって、そこまで苦しかったと思うし、もう誰にも言えなかったと思うけど、なんかそういう人たちをなんか一人でも救いたいっていう気持ちがすごい大きくって、なんか力になれること、まあ、こう言ってようちゃんとねずっと関わっていられることも、私もなんかそういう多分使命なんだなとも思ってるしさ、なんかもうギリギリのとこまで来ないように話せる看護師になりたいっていうのがあるから、だからすごい今いろいろ勉強して武器を身につけ、うん、でもうそういった人たちにこうなんか貢献したいっていうか、私もされていろんなことしてもらったり、勇気とかね元気とかもらったりもしてるからさ、うん、自分にできることをしたいなと思ってる。そう、いやだからようちゃんもね頑張りすぎず、もうほんと大変だと思う、ね、いやそんなことないやな、頑張ってないやって そんなことないでもね、やっぱ友達に恵まれとるかもしれない。人もさ、こうやってさ、うん、昔からずっと話聞いてくれるやん、うん、私の
しかも美子は、うん、これ多分ズーム見とる人も分かると思うけど、口角がずっと上がって、うん、ニコニコして聞いてくれとるんやって。いやでそれが余計にめっちゃたるんできたでねマジでだからそれもいいんやと思う。多分さ、その雰囲気ってその画面、うん、多分パッと見たレイコンマなんよね、うん、多分印象がレイコンマそうそうそうや、そうやけど、それがもう洋の雰囲気っていうか、ありがた感じが出とるもんで、うん、こっちも話しやすいし。いやでもそれ返すけど、そうさせる人がいるんですよそうさせる人がいるんですようまいやろうまいやろとか言って、うまい人がなんかちょっと悩みを抱えとったりする人は、うん、そういう周りに肯定してくれてる人、本当とか認めてくれる人が追ってくれると、うん、絶対頑張ってない人っていないと思うので、その見つけたり、いいところを見つけて口に出して言ってくれる人が近くにおるだけで、うん、勝手な自信が湧いてくるんやそうや、私はそれ逆にようちゃんにされとる感じするけど本当はオンラインエッセー入ってくれた人で、もしなんか悩みというかさ、うん、のがある人は、そうそう、本当に何でも言ってほしいよね。そうそう、言うってもいいと思うし、うん、オンラインエステとかを使って、うんうん、で何でも言ってもらって、そう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 、そういう人とかでもね、うんうん、うん、全然いいと思う。それこそ看護師が結構集まると思うよ、ようちゃんの周りに看護学校の人たちがみんな集まって名前、ね、看護師の免許は取りたいみたいな感じで思ったりして、うん、40代から入れる看護学校って今調べてて、はいはいはい、受講請求もして午後1時から5時まで、うん、うんうんうん、で順番が取れる学校はあったんや、うん、ある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 、うん、ゆっくりやけどそういう道もあるんやなと思って、ありありあり、全然あり。私も逆に先生として教えてたよ、そういう、あの、看護が昼から午前中働いて午後から来てる生徒さん教えてたんだけど、年配の方っていうか違う仕事して来た人たちがほとんどで、逆になんか午後から学校ってことやね。そうだから結構私より上の方たちが多くって、ね、入学式とあの卒業式とか私呼ばれるんだけど、行くと、うん、何期生ですかって怒られるんだよね。先生とはってことね。そう、ごめんなさい講師ですみたいな、すいませんみたいになるんだけど、でもやっぱ目指す方多いし、本当にそれいいと思うよ、ようちゃん。だからやる気があったら、うん、いつでも別に遅いわけじゃないもんね。うん、全然いいと思う。でまたなんかようちゃんがそのね、看護師のなりたいって気持ちとかもすごいあるっていう、今でも結構影響力あると思うけど、さらにさ、それを取ることによってまたもっと伝わるものもあるだろうしね。ね、ちゃんと勉強、うん、ただもう人も知っての通り、私さテスト、うん、本当大丈夫やってじゃあこんなに赤点であの壁に払ったかあれはね、でもやっぱりやっぱりねちょっと厳しかったみたい、あそこの学校もう毎回だかけ60点以上じゃないとダメで、私本当に50何点とかわかるよ。でしかも追試3000円やもんね。そうだから、バイト代が追試で全部取れる。そうそう、バイト取ると思ったぐらい。わかる。2日に1回ぐらいテストあったよね。あった。新しく、うん、あの車椅子が入ったけど備品で、うんうん、絶対あれようちゃんの追試代で買ったよねとか言って。私のその1回3000円の追試代がもう蓄積されて車椅子1台分ぐらいにはなったやろうなって話されたもん、ね、めちゃめちゃ言うやんか本当にまあでも確かにそう思うそうようちゃんいつの人また落ちたしとか言ってね、すごい言っとったよね。本当もう張り出してる、もうまたバイト行くわとか言ってさ、バイト行くんやけどねまたバイト行ってくるわとか言って、またバイトなの今日もとか言ってね、バイトこっち入れとったでな、大喜やね全然そう焼き鳥1本80円の大喜、ね、売っとる売っとるとか言ってそうそう、ビールこっちあんてジョッキでこっちやっとったねすごいよねガストもようちゃんが、いやこのねスープの入れ方はねこうやってこう今
止まってとか言ってめっちゃウケるやん。あのドリンクバードリンクスープっていうのを何回も食べてそう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 具が具が取れてまで混ぜずにすくえとか言って、そうそうそう、ようちゃん今止めてとか言ってすごい言ってくるから、もうようちゃんはやっぱ芸能界行ってももうそのまんまだからすっかっけ、入った後に撮った入った後になんかスガキ屋行こうとか、なんか結構ガスト行きたいとかさ、なんかそういうところがめちゃくちゃ好き。もうあともみんなもうすごいね親近感湧くてね、みんなすごいようちゃんのこと好きで、なんかそういうなんか岐阜弁もすごい出るしね、うん、めっちゃスガキ屋好きやんとか言って、そうだよね、ストレス発散になった人と喋れて何喋っとったかごめんなさい、分からなくなったね、ごめん、ありがとう、また参加してほしいな、うん、うん、ありがとう、ね、ぜひぜひ、うん、うん、ありがとう、じゃあ、うん、終わりました。バイバーイ。 バイバーイ。 エバララボーイ。